金光道夫3月13日から1955年3月5日は日本の政治家、実業家、卓務大臣、厚生大臣を務めた。名前の道夫は安夫とも読まれる。経済企画庁長,長官を務めた佐藤一郎及び通産事務次官を務めた熊谷の理文は女性、佐藤の長男で衆議院議員を務めた佐藤健一郎は孫にあたる。 大分県生まれ、高等小学校を卒業後税務管理となり、長崎税関、福岡税務所長、熊本税務監督局勤務を経て、1908年、鈴木商店に入社する。1913年には、対象生命保険を創設、社長となる。その他日本火災海上保険役員、王子電気機動社長など、多数の企業の社長、役員を兼任し、 東京商業会議所副会頭や、1931年には国際労働会議の資本課代表も務めた。また、法政大学の理事に就任するなど、大学事業への運営にも寄与した。1920年の第14回総選挙で、声優会公認で、旧大井谷区からに立候補し、当選、以後当選10回を数える。 一時期声優本島に席を置いた後声優会に復帰し、1937年衆議院副議長。1939年には安倍内閣で卓務大臣を拝命して初入閣する。同年の声優会分裂に際しては、大田正隆、犬飼健と共に中立派を形成する。その子のフミマロの新体制運動に協力し、 1940年6月10日には、陸軍省軍務局長の武藤明と会談し軍部の了解を取り付ける。新体制準備委員会委員を経て、第二次、この絵内閣で厚生大臣となり、国民優勢法を執行したり、生活必需物資等制令に基づき、衛生材料生産配給統制規則を制定した。以後、第二本産業法国会初代総裁、 大政翼賛会顧問、同調査会長、翼賛政治会政務調査会長、大日本政治会総務会長などを務める。戦後は、日本新保党の結成に関わるが、間もなく公職追放となる。追放中は、長男の吉国が身代わりで総選挙に立候補し、当選、第二子を3期務める。追放解除後の1953年、 第26回総選挙で、吉田自由党の公認で立候補し、当選、同党顧問を務める。1954年に、尾崎幸雄が死去した際には、根高が11月30日の衆議院本会議に、おいて、尾崎に対する追悼演説を行った。1955年2月の第27回総選挙に、出馬したが落選し、同年3月5日に死去。 満七十七歳だった。ありがとうございます。